伊勢の浜慶太郎の絵はがき伊勢の浜慶太郎は、東京府本属出身で友津鍋屋所族の明治末期から大正時代に活躍した元大相撲力士。最高位は大関。本名は中岳慶太郎。現役時代の体格は、身長168センチメートル、体重105キログラム。特異種は、左四つ、より、上手投げ。父は明治中期に活躍した。 幕内力士の伊勢の浜尾木上門で、祖父は行事旧大木村翔太郎、いとこには年寄り、根岸次上門がいるという相撲一家の生まれ、日本橋の支店に奉公していたが、父親譲りの力自慢で、18歳の時に根岸に入門した。1902年に1月場所初土俵。しかし、根岸の部屋には土俵がなかったため名門友も部屋に通い、立山、 国宮原の胸を借りて成長した。出世は早く1905年5月場所重量に昇進、1906年5月場所に入幕した。しかしこの頃からそこが悪化、新入幕の場所は一生しか挙げられず、翌1907年1月場所には脱走してしまった。戻った時には頭を丸めて、周囲を驚かせたという。改心したかその後は、稽古に励み、 関脇に登った1九百十年頃からは酒やタバコも断って一層精進に努めた。横綱日立さんを破るなど上位で活躍を続け、九百十三年五月場所、関脇で九勝一敗の好成績を収めて場所後に大関に昇進した。五年余りにわたり、大関の地位にいたが横綱昇進は果たせず、晩年は神経痛やリウマチを患い九百十九年、 一月場所限りで引退、年寄り中立を襲名した。背は低く、軽量だが、筋肉質の低で力が強く、腰も重く粘り強かったという。左四つからの寄り合おし、上、手投げなど俊敏な取り口を見せ、大関、駒形家や、横綱二大西の海らの太平を振り回して、監修を驚かせるほど勝負度胸も良く、江戸っ子力士ということもあって人気は高かったが、 勝負度胸のあまり慎重さを欠いて、不覚を取ることもあった。土俵に上がれば、力水は一度しかつけず、待ったもしないなど土俵態度が立派で力士の模範と言われた。引退後は、相撲協会の理事、検査役も務め、頭脳名晰にして温厚な人柄から、人望も厚かったが、1928年5月17日、宿泊先の静岡県沼津市の旅館で、 服読自殺してしまった44歳没趣味は小説の執筆で雑誌にも掲載された民意にも原稿用紙を入れていたという妻に相撲者や三河屋を経営させていたありがとうございます